前回あのトーナメント決勝戦まで行ってみるコクロコップ選手に負けてしまったんですが、前回改めて振り返ってどんな大会ですか。けどね、だって اون من بازی که میروکو باختم هم به خاطر خستگی که داشتم و فایتای سختی کرده بودم و هم به خاطر پارگی عضلات پشت پام دکتر به من کورتیزول تزریق کرد که منو لمس کرده بود و اصلا فایت من نبود اون فایت و خب الان خدا رو شکر بعد از اون تجربه که از اون سه تا فایت به دست آوردم خیلی بهترم. ニコトの試合ではもちろん疲れもあったし、あの怪我もしましたので、あの膝を怪我して、その後あのお医者さんにあの注射を送ってもらったので、その注射のせいで私がちょっと力が出なかったので、あのそれもあったと、その、せいもあったので、今回はあのその3つの試合の経験もあるので、あの完璧な状態で臨みたいと思います。結構今はもう完治はされてるんですか。今回、対戦相手はどのような印象を持っているんですか。فکر میکنم فایت خوبی باشه، حریف با تجربه ایه و منم خیلی آمادم، میریم که یه فایت خیلی قشنگ و جنگی با هم داشته باشه. とても良い試合になると思います。彼は経験があるので、試合を楽しみたいと思うし、あの皆さんもぜひ期待してほしいと思ってます。ヘビー級の試合というか、あの大きい試合があんまりないですが、あのどういう今大臣結構何戦かされてますが、どういう試合を見せたいと思う。ハリスただドロしてはいるのも、コタクホル組だな、私はコタクホル。あの彼はもちろん体力的に、あの身体的には私より大きいかもしれませんけど、こういう人はあのこういう人を殴りやすいっていうあれが本当にそういうので、あの心配はないです。質問の方いらっしゃいますか。大丈夫です。今回大臣にまた上がるわけですけど、今後も大事の中で上がっていきたいとか、何か目標とかっていうのはありますでしょうか。من رازینو و ژاپن رو خیلی دوست دارم و تجاری که بشه و شرایط مهیا باشه برام توی رازین میمونم و هدف بعدی اینه که بتونم کمربند رازینو بگیرم. 私はライジンももちろん好きだし、日本も大好きなので、あのこのライジンに残りたいと思ってるし、あの次はあのライジンのベルトを目指したいと思います。また見ることやりたいって。ウラギン・ミクワーズ・ボスのシャスリーダービヨン、アファイン・ナファイチェル・ホット・オシポイト・コノマラ。彼は引退されたとお聞きしたので、もしそれを、まだ戻って復帰されるのであれば、一番最初に彼と試合したいということに全然名乗りでないと思ってます。大丈夫でしょうか。